前回の動画でベクトルの足し算とスカラー倍とともにベクトルの座標についてお話ししました。例えば2次元のベクトルと数のペアのような対応、視点の行き来がありましたね。おそらくベクトルの座標は多くの方にとってもともと馴染み深いものだったと思います。でも実は座標についてもう一つ別の面白い考え方があります。線形代数の中心となるものですね。ベクトルを表す数のペア、例えば 3-2 があるとしましょう。ここでそれぞれの座標をスカラーとして考えてみてください。それぞれがベクトルを拡大したり縮小したりする様子です。XY 座標系では2つの特別なベクトルが存在します。長さが1で右を向いている i-hat と呼ばれる X 方向の単位ベクトルと、長さが1で上を向いている j-hat と呼ばれる y 方向の単位ベクトルです。さて 3-2 のベクトルの X 座標3を i-hat を3倍に引き伸ばすスカラーだと考えてみましょう。そして y 座標を j-hat を -2、つまり反転して2倍に引き伸ばすスカラーと考えます。こうするとこれらの座標が表すベクトルは引き伸ばされた2つのベクトルの和になっています。このスケールされたベクトルの和の考え方は実はびっくりするほど重要なんですね。これら2つのベクトル、i-hat と j-hat には特別な名前があります。これらは座標系の規定ベクトルと呼ばれます。どういうことかというと、座標をスカラーとして考えた時に実際に拡大縮小、スケーリングされるのが規定ベクトルなんですね。もっと厳密な定義がありますが、それはまた後で説明します。座標系を2つの規定ベクトルで構成すると、些細ながらとても興味深いことが浮かび上がってきます。別の規定ベクトルを選んで全く合理的な新たな座標系を作ってもよかったんですよね。例えば右上を向いているベクトルと右下を向いているベクトルを考えてみましょう。2つのスカラーを選んでそれぞれのベクトルを拡大縮小し足し合わせてできるベクトルを考えてみてください。スカラーの選び方によってどのような2次元ベクトルが得られるでしょうか。答えは全ての2次元ベクトルが得られるです。なぜそうなるか考えてみるといいと思います。新しい規定ベクトルを用いても数のペアと2次元ベクトルの間を行き来することはちゃんとできます。ただその関係は標準的な i-hat と j-hat の規定を用いる場合とは異なります。異なる座標系については後でもっと詳しく説明しますが、今のところはベクトルを数値で表すとき、それは規定ベクトルによるということを覚えておいてください。さて2つのベクトルをスカラー倍してこのように足し合わせたものをベクトルの線形結合と言います。線形という言葉はどこから来たんでしょうか。線と段の関係があるんでしょう。これは語源ではないんですが、面白い考え方があって、一方のスカラーを固定してもう一方の値を変化させると足し合わせたベクトルの終点は直線を描くんですね。両方のスカラーを自由に変化させて得られる全てのベクトルを考えると2つのことが起こり得ます。ほとんどの場合、平面上の全ての点を表すことができます。ただ不運にも2つのベクトルが一直線に並んでいる場合、得られるベクトルの終点は原点を通る1本の直線上に限られてしまいます。実は厳密には3つ目の可能性があります。2つのベクトル両方が0だと原点から動けなくなりますね。もう一つ用語を覚えましょう。与えられたベクトル1組の線形結合によって得られる全てのベクトルの集合をそれら2つのベクトルのスパンと言います。つまりこの用語を用いるとほとんどの2次元ベクトルのスパンは2次元空間の全てのベクトルになります。しかし元のベクトルが同じ直線上に並ぶとき、それらのスパンは終点がある直線上にあるような全てのベクトルになります。以前線形代数はベクトルの足し算とスカラー倍をもとに展開されるとお話ししました。2つのベクトルのスパンとはつまりこれら2つの基本的な操作によって得られる全てのベクトルについて考えることなんですね。ちょうどいいのでここでベクトルを点と見るというお話をしましょう。直線上のベクトルの集まり全てを考えるとちょっとごちゃついていますよね。ましてや平面を埋め尽くす2次元ベクトル全てを考えるともっとごちゃごちゃしますね。なのでベクトルの集まりを考えるときはそれぞれのベクトルを空間内の点で表すと分かりやすいです。この点はベクトルの終点を表していて、視点は相変わらず原点ですね。こうすると終点がある直線上にあるベクトル全てを考えるとき、その直線自体を考えればよくなります。同様に全ての2次元ベクトルを考えるときは終点が点であると考えましょう。すると無限に広がる2次元空間自体を考えればよくなって矢印は書かなくて済みますね。一般に一つのベクトルについて考えるときは矢印として、
たくさんのベクトルの集まりについて考えるときは、それらを点として考えると良いでしょう。なのでスパンの話を思い出してみると、ほとんどのベクトルの組のスパンは無限に広がる二次元空間全体になって、もしベクトルが直線上に並べばスパンはただの直線になりますね。スパンは三次元空間について考え始めるともっと面白くなります。例えば三次元空間内で異なる方向を向いているベクトル2つを考えてみましょう。これらのスパンにはどんな意味があるでしょう。このスパンは2つのベクトルの線形結合によって得られるベクトルすべて、つまり定数倍して足し合わせて得られるベクトルすべてですね。イメージとしてはそれぞれのスカラーが2つのつまみみたいで、得られるベクトルの終点を追っていくような感じですかね。これをするとベクトルの終点は3次元空間を横切る平面を描きます。この平面、より正確にはこの平面上に終点があるような全てのベクトルの集合が2つのベクトルのスパンなんですね。さっき見た通りなんですが、3次元空間で見るとまた美しいと思いませんか。さて3つ目のベクトルを加えて、これら3つのベクトルのスパンを考えるとどうなるでしょう。3つのベクトルの線形結合は2つの場合と同様に定義されます。3つスカラーを選んでそれぞれをスケーリングして足し合わせるんですね。こうして得られる線形結合のベクトル全ての集合がこれらのスパンになります。ここでまた2つのことが考えられます。3つ目のベクトルが2つのベクトルのスパンの中にあるとき、スパンは変わりません。平面に閉じ込められる感じですね。言い換えると3つ目のベクトルを拡大縮小したものを足しても新しいベクトルが作れるようにはならないということです。でも無作為に3つ目のベクトルを選ぶと、ほとんどの場合それは2つのベクトルのスパンの外にあります。するとこれは異なる方向を向いているので、全ての3次元ベクトルが作れるようになります。ちょっと面白い考え方をすると、3つ目のベクトルが2つのベクトルによるスパンの平面を空間中にずらしてくれるとも考えられますね。それか自由に変えられる3つのスカラーを駆使して3次元空間全体に手が届いているとも考えられますね。さてこの3つ目のベクトルが2つのベクトルのスパンにあるときや、2つのベクトルが同一直線上に並んでいるときのように、少なくとも1つのベクトルが余分でスパンに何も加わっていないことを表す用語があるといいですね。このように複数のベクトルがあってスパンを減らすことなく1つを取り除けるとき、それらは線形従属であると言います。言い換えるとあるベクトルが他のベクトルの線形結合で表せてしまうんですね。すでに他のベクトルのスパンにあるので。一方でそれぞれのベクトルがスパンに新たな次元を加えるとき、これらは線形独立であると言います。これらの用語とイメージとともに最後にパズルを残しておきます。規定ベクトルの厳密な定義はその空間にまたがる線形独立なベクトルの集合です。先ほどの規定の説明とスパン、線形独立という用語を踏まえて、なぜこの定義だと筋が通っているのか考えてみましょう。次回は行列と変換について説明いたします。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。